皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスやっていきましょう。現在ランクがダイヤモンドランクで残りが5930になりました。はい、前回ですね、銀の開口に失敗して戻ってきてちょっと経った後なんですが、ここに行くためには多分レベルを上げないといけないっていうことと、あとはなくなってしまった道具とかも集めつつ、技レベルも上げた方がいいんじゃないかと思うので、今回から少しの間ランクを上げるためにちょっとね、依頼をこなしながらレベルも上げつつアイテムを取りに行く作業をしようと思います。で、今まだ行ったことがないのが最果ての海と幸せの塔と清らかな森なんですけど、この2つが、レベル5からスタートなんですよね。で、清らかな森に関しては1匹までしか最初持ち込めないみたいな感じになってるので、多分確実に難しいダンジョンだと思うので、もう一つ残ってるやつ消去法なんですけど行こうと思います。で、とりあえずなんですが、この3体ライコーだけレベルがかなり低いので、レベル上げながら最果ての海に行ってきます。上がるようにね、ちょっと戦闘しながら依頼の3つこなそうと思います。で、銀の開口がどんなポケモンが強くて使いやすいのかっていうのをちょっと分かってないんですけど、一回行ってみた感じ、水タイプのポケモンが多めだったから、とりあえずこの3体を使うのはどうかなと思い連れてきました。一応ですね、ライコーもサンダーもピカチュウも放電持ちなので、部屋全体攻撃が打てるんですよね。あとは電気タイプだから水には抜群が取れるって感じなんですけど、持ち技がですね、サンダーとライコーに関してはそんなによくないので、今、技マシン売ってるのとか見ながらやろうかなと思います。なんかね、思い出し見てきたんですけど、パッとするのがなかったから、どっちかっていうとピカチュウがね、覚えてない技とか、草タイプの技とかいろいろね、覚えさせたかったんだよねっていうところが本音です。まあ、サンダーに関しては飛行タイプの技も覚えてくれるから、もうちょっといろいろ考えて組み合わせした方がいいかなと思っていますし、ライコーに関してはまだね、迷いすぎてて放電しか今使える技がありません。まあ、とりあえずレベル上げるのが早くしなきゃいけない一番最初のことかなと思うので、まあ、本気チケットも使いながらやっていこうかなと思います。今ね、 A の本気チケット持ってきちゃってるんですけど、多分邪魔になっちゃうから1個捨てなきゃダメかもしれない。また多分ペリッパーが届けてくれてるやつがあるので、しょうがないですね、私がやらかしました。招待状と本気チケットを間違えて入れてきたっぽいです。招待状だったはずって思ったんですけど、多分ね、間違えたんだよね、これこれって思って選ぶのを間違えてるわね。で、モモンとかさ、クラボとかさ、そんなにいらないのに入れると間違えちゃってるから、多分なんかいっぱい持ってこようと思ったやつがリンゴとかの木の実だったと思うんですが、間違えたんだよね、きっと。全部一緒にその何個持ってくるみたいなの、1個ずつ選択じゃなくて3つ一緒に選択しちゃったから、こういうこと起こっちゃったんで、足りないものがね、今回多いです。なんで3つ依頼こなしたらもうそこ帰ります。言ってまだ1回なんですけどね、まあ、アイテム全部確認しながらいけたらいいなと思うので、こういう時はサンダーがいるから飛んでくれるので楽。飛行1体いたりすると見に行ってくれるから楽なんですよね。なんかやってるな。あ、こっち側じゃないんだ、ライコー側だ。シェルダーとかかな、この辺だと。そう、見通しメガネをライコーが持ってるから、それじゃないと見れないんだよね。やば、1って。残り HP1 だよ、びっくりしちゃった。いや、頑張って、下がっていこうと思います。ここだね、まだ2階だけど依頼主がね、い
ないんだよね。もうちょっと多分深いとこまで降りないといないので、それまでに誰かしらあの仲間になってくれる子がいないかどうかも探しながら戦ってレベルも上げて頑張ります。これでもまだ12。お、目の前。今回のここサニーゴなんですよね、強敵。さっきもね、3体見たんだけど全部ピンク色の色違いの子じゃなかったです。どっかに色違いがいるかな。また来るときに、何だっけ、友達になりやすい技を持ってこようかなって思います。まっ、すごいな。覚えるのもいいと思ったんだけど、友達レモンもね今ちょっと外してるので、ちょっとずつしか仲間にはならないんですが、依頼をこなすっていうところがメインなのでしょうがないかな。あとね、リンゴが少ないからリンゴ落ちててくれると嬉しいんですけど、今のところ1個も落ちてません。まずいですよね。なんかね、お腹減って倒れそうな気がしてきた。はぁー、こんなところに持ってくるの忘れてるのに。何がいるんだろう。あのワンフロア1個丸々じゃなかったですね今回。ないんだよね、どう頑張っても招待状ないんだよね。ここまであれでしたよ、あの焦点もなかったよ、焦点。クレヨンの兄弟もいなかったです、一回も。いてくれたらな、もしかしたら売ってるかもしれないってちょっとね思ってたんだけど、いなかったから買えないし、もうしょうがないですね。何がいるのかも全然わかんないけど、まあ、この中まだ持ってない強いやついたんだったらやらかしてる、しょうがないけど、もうしょうがないですよね。あとはリンゴがやっぱりなくなってしまって、まあ中にリンゴあったかもしれないのに、うわーやらかしてる。世界一とかよくありますもんね、やらかしたな。ライコーのね残り26のほかね、サンダーは0 ピカチュウは1みたいになってます。やばい、お腹空いてしょうがないんだけど、これたどり着くのかな。3つ目のところたどり着く。穴抜けももしかしたら忘れてるかもしれないんですよね。なんかさ、リンゴの輪だとか踏みたくなりますね、リンゴがないと。ないんだよね、リンゴの輪が。あってくれてもいいのに、いつもいらない時にあるのに、ひどいよ。で、75階まであるフロアなので、まだ半分も行ってないのに、こんなにお腹が空いてしまっている。すごいよね、これ。お腹減ってきたもん。そうだよ。当たり前だよ。18しかないもん。でもこうなったらちょっとずつ、HP を減らしながら歩いていくっていうことをやらないといけないことになっちゃいましたね。なんで過去1回しかやったことがないです。HP 半分までいったら次のポケモンに変えて、回復させながら動こうと思います。もうそれしか道がない。玉とかいらない、おとりとかになりたくないです。はあ、やばい、減る日、減る時が来た。3、2、へ、怖いよ。ないよね、何も食べれないよね。豪華な箱とかいっぱい持ってるけど何もないんだよね。 HP 替えとかやってもいいかな。なんか敵がいたらやろう。あ、もう減る、もう減る。あー怖いよ、倒れたくないよ。やっと来た、最後の依頼27階。サンダーだけ行けました。一回ね、倒れちゃったので復活の種で戻したらここまで来れた感じですね。ピカチュウとね、ライコウやばいです。オレンの実も食べちゃってないので、これはもうあれですね、ちょっとずつサンダーを使いながら遠隔放電で倒していく方法しかない。とりあえずウソッキーを救助したらもう帰ります。
帰りますっていうか帰るほかないので帰ることにするよ。なんか飲んでも意味ない気がするけどもここまで来たらやっと会えたよ。ウソッキー、これで帰れる。ありがとう。本当は75フロア行きたかったんだけど無理無理ですね今回ね。階段までは頑張ろう。引き寄せだってちょっとやってみます。え、お金しかない。うわ、そういうのいらないんだけど。お金もちょっとなんか枯渇してるけどさ、いらないいらないよ。違うの欲しかったよ。しょうがないけどさ。あ、やっと着いた。さよなら。もう帰られません。ビンゴどっかに取りに行こう。売ってる量も多分少なかったりするから落ちてそうな森とか行こうかなって思います。虹色組、虹色組、お、来た、デラックスで復活の種系も欲しいんだよね。今回持ってったのプチ復活だけど全部使ってきちゃったので欲しい。タウリン復活来たー。あ、もう一個来た。よかった。タウリンが入ってたの久しぶりかもしれない。ということで戻ってきた途中で仲間になってくれた子たちです。あのね、キャンプにいない子は仲間になっとこうかなと思います。で、いる子はちょっとねさよならしようかな。アノップス、ハンドアップがいらない？いっかね、とりあえず1で。で、シャワーズももういるんだよね。ごめんね、シャワーズ。またね。結構仲間なりやすいですね、シャワーズって。いろんなところで来てくれる感じになってる。まあ、多分強敵枠じゃないからっていうのがあるんだと思うんだけど。これで275ゲット。ポイント、あとどれぐらいになるんだろう。多分ね、これが275だったら200ぐらいだと思うんですよね、3つとも。うわ、ラフレシアもいなかったんだ。知らなかった。君、ウソッキーが一番27階とかすごいとこいたんだよ。305! ああ、すごい !200 以上だった。ん？そうすると？え、今回の3つで、750ぐらいいってるんだ。あ、また305だ。うわ、ここいいな。ここの救助隊ランク上げるのやりやすいけど依頼もうないんだよな。またちょっとあれですね、後半に出てきたダンジョンに行って依頼こなしてランクアップできるようにポイント稼ぎしないとですね。あと雷光に関しては多分本気チケットを消費してレベルアップした方がいいと思うんで、ちょっとねレベルアップかけようと思います。最近やってなくてダンジョン行って伸ばしてたんだけど、なんかそうも言ってられない気がしてきましたね。これで多分ここにまた本気チケットが入ってるんじゃないかな。ありがとう。はい、ということで雷光をちょっとだけ強くしときました。あとはもうあれですね、細かな依頼があるので全部一緒に行ってレベル上げてルギアに備えられるようにしようと思います。目標75以上ないとちょっとなんか怪しい気がするので、80近くまで上げられたら上げます。なんか上げれなさそうな気がするんだけど根気強く頑張ろうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!